タケダ塾イングリッシュでは講師社長を募集しています。一緒に日本の英語教育を変えましょう。詳細は概要欄から。タケダ塾イングリッシュ CEO の伊関です。タケダ塾イングリッシュディレクターの森田です。この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。さて今回もですね、タケダ塾イングリッシュ新宿校で勉強してもらっている堀之内社長に来ていただきました。はい、皆さんこんにちは。堀之内久一郎です。タケダ塾イングリッシュ新宿校でね、Every single day 勉強してます。さすがですね。はい、今回なんですけども、実際に今週出されていた宿題をですね、こっそりと入手しまして、その宿題に基づいた範囲のテストを作ってきました。はい、今回金のフレーズなんですけども、やっぱりですね、英単語っていうのはやれば誰だってできるようになるものなので、やっぱりこれ100点取れないとやばいんじゃないかなということで、確認テストをちょっと抜き打ちでやらせてもらいます。めちゃめちゃ抜き打ちですね。はい、裏表 100問あります。じゃあちょっと時間計ってやっていこうと思います。はい、終わりました。はい、はい、森田先生にちょっと丸付けしていただく間にですね、はい、ちなみに範囲は801から1000ということですね。はい、801から1000、はい、めちゃめちゃ後半後ろ側ですね。めちゃめちゃ後半でした。はい、今この参考書、使って TOEIC900 目指して勉強してるっていうことなんですけども、印が少なすぎる。分かんないところがどこなのかって結構分かりにくくないですか？それは分かってないですね。あ、ですよね。英語学習ってできないものをできるようにしていくっていうことがすごく大事なんですよね。単語を学習していく中でも、できてるものがあったらまず、できなかったらスラッシュっていうのをつけてもらいたいです。10個区切りで覚えるっていうのをやってます。やってます。はい、10個区切りの中でスラッシュがついてるものだけもう一度全部丸になるまで解き直してほしいんですけど、もう一回間違えたら単語帳自体に書き込んでやっていくといいかなと。で、できたら丸を横に並べる。こういう風になるものもあれば、もう一回復習した時にできないものもあると思うんで、こういう風になっていくイメージですね。どん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 右に印を並べていくっていう、それをやってもらえるといいかなっていうのが、英単語についてですね。今回 TOEIC 受けてみて文法問題どうでした？自信あります？パート5自信はつくようになってきましたね。あ、つくようになってきました。はい、出る線をやってからちょっと解きやすさが変わってきましたね。うん、あー、よかったです、よかったです。さらに正答率上げていく上で、なんか見たことあるけど解けないなみたいな問題あったと思うんですよ。はい、なんでそうなってしまうのかっていうと、はい、デルセンを解いて全問正解にするだけでは初見の問題が解けない人がいるんですね。初見の問題でうまく解けないなみたいなのありません？たまに。あります。それなんですけど、デルセンをやる段階で丸三角×っていうのをつけてもらいたくて、丸三角×の違いわかりますか？はい、わかります。あ、じゃあちょっと説明してください。丸がもう完全に説明できる、人に説明できるぐらい根拠を持って説明できる正解、はい、三角が根拠を持って正解できない、もしくはたまたま当たった問題、うん、×は完全にもう丸との逆で、根拠も説明できなければまあ普通に間違い、間違いってことですですね。あれ、説明できる、説明できるけどやってない。そう、いややってない。最初に分かる、やってみる、できるっていう学習の3段階あったと思うんですけど、丸三角×っていう印を参考書につけていけば効率的に勉強できるっていうことは分かってると思うんですけど、実際やってみないと伸びないので、それをちょっと実践していってもらいたいなと。分かりました。感じですね。78点ぐらいですね。はい、100分の78ということで、100点どころか80点届かずという結果になっちゃいましたね。はいはい、ちょっと実力を見るのはなかなか難しい。1000のところなんで、いわゆるレベルが超高い単語とかも入ってるところなんで、あんまりそんなにスーパートイックに出るっていうわけじゃないのもいっぱい入ってる。はいはいはい。でもこれ先週も今週もやってる内容なんですよ。はい、2週間そうなんですよ、やってるのにっていうのと、でこれはこの結果を真摯に受け止めて、はい、丸三角バツと丸三角バツを、そうですね、それも徹底してやっていきます。そうですね、印がやっぱりどの参考書も全くついてないっていう感じなので、はいはい、確かに難しいエリアではあるんですけど、まあ80点は超えてほしいよねっていうのと、禁止間違ってなければ80超えてたんで、うん、その辺はもったいない、もったいないですね。ごめんなさい。禁止にもじゃあちょっと意識して、そうですね、禁止間違いでもスラッシュつけるっていうのと、はい、赤字でどんどんチェックしていくっていうやり方で徹底的にやってほしいなっていう。わかりました。はい、頑張ります。はい、単語できないともう絶対に900点超えないので。そうですね、頑張ります。はい、そこをやっていきましょう。はい、このままだと900点超えないんで、堀之内さんの本気ちょっと見せてくださいよ。
今の時点で8割もいってない時点でね、あの番組だったらねノーマネーですよ、私は帰ってますよ、はい、って言われるぐらいやばいですよね。頑張りますほんまに。はい、じゃあ今回は以上です。英語クイズ。英語クイズ、前回の回答はレターは A のグループに入ります。お、なんでなんですか。というのもレターというのを複数形にしてください。すると手紙から文字という意味のレターズに変わります。なので A グループは Manners、Goods、Arms、Works とそれぞれ、マナーが、まあ、多義語になっていくというグループに入るので A ということです。マナーっていうのがあれですね、方法とか手段みたいな、方法の単数のやつだったらで、マナーズって S がつけばマナー、アームがアームズで武器になる、そういうことですね。ワークはワークスで作品になると、はい、いうことですね。 Next question いきます。 Riddle ですね、謎謎、うん、はい、いきます。 If you have me, you want to share me. If you share me, you haven't got me. What am I? 何者なんでしょうか。答えが分かった方はコメント欄に書いてみてください。4発授業をしない武田塾イングリッシュ、無料カウンセリングでお待ちしてます。このチャンネルでは英語学習に役立つ情報を日々更新しています。トイック、英検、英語の学び直しに役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。僕たちに質問がある方はぜひぜひコメント欄に書いてください。 Leave comments below.